こんにちは。こんにちは。ナビ今週も始まりました。さあ、磯田さん、今週のテーマは何でしょうか。はい、北海道の冬には欠かせません。うん、除雪の話題です。いやだねー。<laughs> 除雪ですね、えー。苦労してますよね。はい、どうなっているのか見ていきます。その前に、コメンテーターを紹介します。日本経済新聞社札幌支社の高橋デスクです。よろしくお願いします。お願いします。 さ記録的な大雪でした。去年に比べると今年は除雪いかがかなと思うんですが、うん、雪の量自体は去年ほどではないんじゃないかなって聞します。うん、そうですね。はい、高橋デスクどうですか。除雪は便利だな、助かってるなて、うん。あの去年に比べれば良くなっているかなっていう印象ありますよね。で一方で私は子供いるんですけれど、あの家のマンションの前まで来てたあのバスがですね、うん、あの先日の3回ぐらいの動かなくなっちゃって、うんね ごめんなさ大通りにしてもいいですかって言われちゃうと、うん、まあだから一本入るとちょっと弱いところがあるのかなというのがありますがんん、ね、まずは今年の,その雪の状況いかがなものかというのを気象予報士の伊坂さんに聞きました。 これまでは道内各地平年並みとなっています極端に雪がたくさん降ったりということはなかったんですけれども特徴的なところがありましてそれは函館とか苫小牧太平洋側西部で例年よりも雪の量が多くなっています札幌市は去年がものすごいたくさん雪が降ったのでそれに比べると各地雪の量は減っていますただ、 一箇所だけ去年よりも雪がたくさん積もっているところがありましてそれは南区の定山系なんですねここだけが去年よりも雪の量が多いんです全道的に言えるんですけど降雪量、雪の降った量としてはこの冬の期間平年並みか平年より少ないところもあるんですけれども雪が積もっている量、つまり積雪は平年よりも少し多いんですねあの降っている量はそれほどでもないのにたくさん積もってるというのが今年の 北海道の雪の特徴だと思います気温低いその通りですということで実際に降っている量と私たちの体感って若干の差があるのかもしれないですね,ね量は少ないのに、うん、積もってる積雪量は大きいそうなんですよ、ね、なぜならば気温が低いから溶けてないなんちゅうこっちゃと、はい、<laughs> そうですね、はい、そんな大切な除雪についてですがこちらちょっとご覧ください、はい 去年を見ていますとやはりドカ雪の影響というのがあって、はい、予算に対して実績は100億円以上上回るような形でとにかくお金がかかったということがありました<ー>今年については今まだシーズン中ですので、うん、これからですね。ということでこれを見越して次のシーズンの予算というのがこのようになっています。261円ととといいうことで<ー>過去一番の除雪に対するる予予算を札幌市は予定していると どうですか高橋さんご覧いただいて、うん、まあねあの転ばぬ先の杖ってよく言ってるもんだな <laughs> っていう感じですね <laughs>、うん、まあ、ただあの一方でうちの家の前なんかで運転しようと思ったら道路でもこう雪がこう山になっててこっちも見えないこっちも見えないとそろりそろり出てくるっていうのは実感としてあるので、うん、まあ、去年ややこうドカッと来るとそういう、うん お金を積んでても瞬間的にこう呪文のように消せるわけじゃないですからやっぱり時間差とい出てくるのかなとそこをきれいにできるかどうかがポイントなるかもしれませんねそういうことで除雪に関しては自治体も新たな取り組みをいろいろと進めていますますずは札幌市の取り組みから見ていきます。